揺れてる？あ、揺れてる揺れてる揺れてる。開かねえよ。とりあえず大丈夫だわ。ちょっと揺れてるね。いや揺れた揺れた、絶対揺れた、絶対揺れた、マジで揺れた、絶対揺れた、絶対揺れた、絶対マジで揺れた。トン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 って言ってた。トラフ来た時は町田は多分震度5ぐらいなんじゃないかなって思うんだよな。だから三重とか名古屋とか和歌山とかその辺に住んでる人たち5強なんだ町田は。首都直下来たらお前の住んでるところに津波、マジ言ってんの？え、町田にも来んの？いやいや、さすがに、まあまあ、でもその規模にもよるけどな。規模にはもうよるけど、え、当たり前だろ。それはさすがにちょっと、お前何を物申してんの？町田の場所知らないだろって感じだぞ。だって、町田まで来てみ？神奈川全部行ってると。神奈川、東京23区全部行ってるからな。南海のトラフのシミュレーション、ちょっと見てみたいな。南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの報告をもとにシミュレーションしてまいります。名古屋か、名古屋の車掌だ。いや、あのね、ダブリューしてる人たち本当にマジでオリジナル飲んでるからね。俺マジ笑えないよそれ。今3件ぐらいだからね、マジで。徳島で7か。大阪で6強。液状かな。東京ディズニーランドが結構なってるな。大阪とかの関空とか埋め立て地とかかな。レベルか。いやでもさ、怖いなって思ってる人たちは偉いよ。一番やべえやつはこれでダブリとかやってるっすね。本当にこれで怖いなって思ってる人はみんな正常だからね。マジで怖いよこんな見てて。あ、でも大阪府のどこにもいるよな。え、マジ言ってんの？静岡でこのレベル？あ、まあまあまあ、そうか、ありえるか。南海トラフってさ、三重とか、あれ震源地どこなんだっけ。やばくね、マジで。本当にこの、え、さっきの地震5弱なの。震源地ってさ、三重とか四国だよね。
静岡まであんなの来んの？静岡が一番やばいんだ。おいちゃんは死ぬときみんな一緒って言ってた。諦めんじゃねえって言っとけよ、本当に。すぐ避難しろって。一番大事なのはさ、地震起きたときに、もうすぐ避難しよう。もうそれしかない。やることはそれしかない。地震が起きたときに、まあ、家がちょっと倒壊しちゃうとかさ、その辺は、まあ、正直買った時の築年数とか、その時に建てた時のさ、なんだ、建築基準とかにのっとっちゃうから、まあ、正直新築であればあるほど多分結構割と耐久性はあると思うんだけど、問題なのはさ、はい収まりましたの後よ。その時にもうニュース見ねえでこれやべえなって思ったらもうガッてすぐ行った方がいいわ。行くだけ得だからマジで。まあ、車がある家だったらそうしてね、まあ、車はダメだよ。いやでも分かんねえ、何が正解か分かんねえけど、自分たちの住んでる地域に応じたやつですよね。俺もうちょっと町田だとどうしたらいいか分かんねえけど、俺は呼びかけるわ、配信つけて。自分のところが安全だってなった時に呼びかける、マジで呼びかける。もうできることはそれしかない。うざってもらってもいい、別に。俺呼びかける。一人でも救えるんだったらそれでいい。誰にじゃない。別に、早くしろっつって。コメント書いてんじゃねえ、クソガキっつって。匂うな。なんかな。なんか匂うな。その匂うってなんで、なんか感じてる？感じた？なんか関東最近おかしいよ。思った以上に。過去にこんな風に思ったことねえ。俺だけじゃないだろ。なんか関東がおかしいよ最近。人工地震はきっとネタだと思うって信じてるけど、ここでコメント書いてる人たちはきっとそんな風に思ってないって思ってると俺は信じてるけど、怖いので後ろのドア開けとけ。分かった、開けとこう。俺もちょっと怖い。開かなくなってる、マジで。何これ。なんでこうなったの。最近まで閉まんなかったんだよこれ。何これ、なんか地震起きてから変わったぞこれ。本当に申し訳ないことを言いますけど、心のどっかでまだ来ねえべとかさ、まあそんなとかってさ思うことも過去になきにしもあらずだったんですよ。なんでかっていうと、俺小学校の時からずっと東京で地震が起きるって言われてたんだけど、ずっと来なくて、小中高専門ってさ、来なくねみたいなやっぱ思っててさ、で専門草やめてね、それ、専門草だけやめてね。だってさ、南海トラフと東京の直下型地震ってまた別だよね、あれプレート。確か多分別だと思うんだけど、やっぱりその俺が子供の時に覚えてるのがやっぱり阪神淡路大震災で、当時小2小3ぐらいだったから、ぶっちゃけ規模のどのくらいかっていうのが認識できてなかった、でそこから関東っていうか、まあ北海道とかもあったりしたんだけど、東日本は俺がもう社会人になってからだから、かなり俺が26ぐらいの時かな、そうだったから、なんかあれに近いんですよ。本当にごめんね、子供の時の価値観だから許してほしいんだけど、俺って中学生にならないんじゃないかとかさ、俺って高校生にならないんじゃないかとか、俺って大人にならないんじゃないかみたいな価値あったじゃん。それに近くて、どうせ地震なんて起きねえんじゃねえかみたいなのがあったのよ、やっぱ子供ながら。なんかピーターパンになってるみたいな、そのピーターパンシンドロームじゃないけど、なんか自分が特別みたいな感じでさ、そう。でもやっぱりね、確実にやっぱ来るもんだなってのは大人になってやっぱ再認識したんで、さっきね俺コメントちゃんと読んでんだけど、この話やめてとかね、この話つまんない、本当に他の話にしてって思ってる人もいるかもしれないけど、今だけにします。もう次からはしません。地震が起きたらちょっとまたするかもしれないけど、備えましょう。だってそれは俺の小学校の時と中学の時と変わんないから、考えてることは目をつむってるだけ。